今回のホットトークではスペシャルゲストにお越しいただきました。で、今年の11月に延岡で開催される予定のエンジン01文化戦略会議オープンカレッジイン延岡というイベントがあるんですけれども、この大会委員長でもあり、また料理評論家でも有名な山本雅弘さんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。このエンジン01のオープンカレッジはですね、もう本当に私も含め延岡市民がみんな楽しみにしているイベントなんですけども、ただまだまだそのエンジン01って言っても何のことか全然分からないという人も、ね、多いと思うんですよ。増井さんからちょっと、はい、このエンジン01とはそもそも何なのかという説明を、ね、私も途中から入会したもんですからね、一番初めの創設メンバーじゃないんですけども、エンカレッジ、ジャパン、インテリジェントネットワークという言葉をこう詰めた、エンジンなんで、自動車にくっついてる発動機とは違う意味なんですけども、エンジンを組むっていうようなこともあって、異分野、全く違うジャンルで仕事をしてる人って結構一匹狼が多くて、でなかなか違ったジャンルの人と会ってお話をするとか飲み食いするっていう時間がないんですよね。ですからそういう人たちがやっぱり心の中でそういう人たちとこう出会いたいなと思ってるうちに、こういう組織が出来上がって、ゼロワンっていうのは2001年の立ち上げの年でエンジンゼロワンと、で政治も経済も、医学もスポーツも、芸能芸術全部ひっくるめて文化というふうなことをすると、そういう人たちが一堂に会するっていうのはとても素敵なチームだなと思って、でそのチームが年に1回ですね、地方都市に出かけてって、これは地方都市に出かけてってなんかイベントを仕掛けるっていうのと同時に、自分たちがそういう機会に異分野の人たちとこう触れ合うチャンスができるわけですよ。じっくり泊まりがけで行くっていうことがとても大切 で僕らもすごく楽しみにしてるんですが、今回それを延岡で11月にやろうということで、こちらサイドもとても楽しみにしてますよ。私たちは、いろんな方にこういうことを今延岡で計画をしてて、11月に開催されますよって説明をしますと、すごいねってすごい反応があるんですよ。だからまだまだこの十分に PR は行き届いてないですけど、潜在的なそのこの期待感というのはすごいいいものがあると思います。ありますか？そうですか、はい、そもそもこのきっかけはここの間でそうですよ、ね、できたんですけども、はい、エンジンの3年前でしたね、はい、オープンカレッジを鳥取でやった時に須藤市長が見に来てくださって、はい、でそれで何か思うところが、延岡で増井さんの親しい方がいらっしゃって、はい、その方を介して増井さんといろいろとお付き合いをさせていただくことができて、でそれでまたそのじゃあオープンカレッジも鳥取に行ってみようということで行ってみたところ、これはすごいと、これをやっぱりワクワクされました。ワクワクしますよね。そしてよそでそういうものを見ますとね、やっぱり自分の立場上これが延岡でできたらなって思っちゃうんですよね、でそれが増井さんにご相談し、なんとか延岡でできないでしょうかっていうことが、実現できて、僕はすごいハッピーですね今。オープンカレッジという内容を少しこうお話しすると、3日間、開催するんですが、一番大事なのは中日っていうか2日目で、講座が、いくつも横一線で、100人程度、やってきたメンバーの意外な組み合わせで意外なテーマで、講座を開くと、それが午前中から夕方まで4講座、すべて500円。500円ですね。はい、ただオープニングセレモニーの時は、シンポジウム、延岡にふさわしいテーマでやろうか、また中身は決めてないんですけども、コンサートもできたらそこでやりたいなと、なんか思ってるんですけども、最後の3日目はちょうど祭日に当たりますから、21、22、23と23の月曜日の祝日にクロージングで、また面白いシンポジウムいろいろなんか仕掛けを考えてます、ですから真ん中の日だけ、講座に出かけてって、しかも夜夜学と称して
延岡中の飲食店の中に講師と一緒に飲み食いできるっていう時間を作るのが夜学なんですけども、あの追っかけのような方が全国にいらっしゃるんで、ですから延岡の人たちだけが楽しむんじゃなくて、おそらく日本全国から延岡に初めてやってくるっていう人も相当いるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思ってますが、はい、今まで交通の便が悪かったからなかなか多くの方に来ていただけなかった町に、これだけ その有名な一流の文化人の方々が100人以上もいっぺんに来ていただける、でそれは我々にとっては新しい時代の幕開けだっていう、そんなイメージもあるんですよ。だからこれを機にぜひ延岡のこととか、あるいは宮崎県のこととか、一生懸命我々としても情報発信をしたいし、そしてそのことによって地域のこう将来の展望みたいなものもですね、また見えてくるとありがたいなと思ってるんですけどね、うんうん、まあ、今市長が一流って言ってくださったんですが、僕らはあんまりそんなね一流っていう意識はないんですよ、まあ、各ジャンルで一生懸命最先端で仕事をしてるっていう意識はみんな持ってると思うんですね、はいはい、だからやっぱり今自分が最先端で仕事をしてるときに、出会う問題ですとか、はい、なんか考えてることっていうのを延岡の皆さんと一緒にこう話し合う、伝え合う、そういう、だから延べるっていうのはそういうところでありまして、食べる、延べる、延岡っていう今回のキャッチフレーズなんですけども、ね、テーマとこの人数、はい、このメンバーの組み合わせでどんな面白いことができるかっていうことなんですが、一期一会その時限り、でもそこの中にこう聞いてる人たちの空気が必ず反映されますから、ですから同じ土俵のところでこう何か喋る一方は講師の人たちなんですが、質問コーナーなんかだととてもいい質問が返ってくると、そこで僕らも学ばせていただくってこともたくさんあるし、夜学においては今日お昼講座聞かせていただきましたが、あそこの中でちょっと質問したいことがあるんですみたいなことがね、実際に夜学の場で再現できるなんてことは、こういうオープンカレッジならではの魅力かなというふうに思うんですけども、はい、まあ、前回は富山でしたけど、はい、で私が参加したその夜学の会場では、テーブルが、まあ、そのレストランの中にテーブルがいくつかあって、で一つずつのテーブルごとに、まあ、数名座って食事をしているんですけども、講師の方が何名かその中に入っている感じで、そして、15分か20分ぐらいかな、時間が経つとはいチェンジって言って講師が移動されるんですよね、はいはい、でそれで、こちらのテーブルにいた、講師の方がこっちに見えて、ここに座っておられた方が向こうに行ってというようなことで、ローテーションもあるので、いろんな講師の方と直接接する機会が非常に多いですよね。やっぱり肉声で、語れるスペースの中で話を聞くっていうのと、同じものを飲み食いしながら話をするっていうことはとても大事なことだと思うんですね、普通ありえないと思いながら、お互いこうなんかそこから感じ取れるものがあって、いや延岡の方ってのはこういう方なのかとか、あわざわざ遠くから来てくらっしゃっててこんな期待を持って来てくださってるのかとか、まあ、そういうことがそういう時だとものすごく直にこう分かってくるじゃないですか。そうですね、この、まだねちゃんとご紹介してなかったけど、はい、食べる延べる延岡っていうこれ、まあ、語呂もいいですけどねただいかにも増弘さんらしいですよねこのまず食べるっていうところ、ね、食べるってんで行きましょうってんで、いや僕ちょっと自分で遠慮してた節があったんで、そうだ食べるっていうのはみんなの共通の意識の中にあることだから、それを押し出していいんだなと思ったところから、アイデアがいろいろ出てきたんですが、この浅場さんが書いたこ の, タイプグラフィーの中のベはベロ下なんですよね、はい、だから食べるときにも喋るときにも舌がなかったら、なるほど、ね、できないわけじゃないですか、はい、そうですね、だからとてもこの舌っていうのが大事なんだよ、語呂で食べる述べる述べようかな、記者会見のときでもみんな、ね、手つないで、そうです語呂合わせなのになんか食べる述べる述べようかね、みんなで規制上げちゃいましたけど、はい、とてもいいキャッチフレーズかなと、私自画自賛じゃないですけど思ってます、